こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。輸出優遇措置を撤廃して数ヶ月が経ちますが、この度やっと3品目最後のフッ化水素の輸出許可が下りたそうで、韓国が大騒ぎしています。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。日本が韓国に3種の主要材料の輸出規制を発表して以来、半導体生産ライン用の液体フッ化水素の輸出を初めて承認した。現地業界関係者などによると、日本政府は自国の化学素材メーカーであるステラケミファが液体フッ化水素を韓国に輸出するとして出した輸出許可要求を最近承認した。これで日本が指定した3つの規制品目の全てが輸出許可された。これは来たる19日に予定されている韓日間の WTO 紛争第二次両者協議と韓日軍事情報保護協定 GSOMIA 論議などを総合的に念頭に置いた決定という分析が出ている。先に日本政府は8月初めにフォトレジストの輸出を許可したことを皮切りに、同月末気体フッ化水素、9月にはフッ素ポリイミドも搬出を承認している。それでは韓国国民の反応です。結局韓国企業の勝利だね。ムンジェインは外交が本当に上手だ。素材部品の国産化に拍車をかけよう。ありがとう、安倍首相様。一日も早く国産化するか、輸入の多様化をすべきだ。GSOMIA終了の名分がなくなった。どうでしたか？何か勘違いしているようですが、そもそも最初から然るべき申請をしていただければ輸出すると言っていたのですが、GSOMIA終了を引き合いに出していますが、完全にあそこがお花畑みたいですね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。